中年オタッキーです。今日は予告通りね、キャノンニュー F1 とニコン F3 の比較動画ということで、まあ F3 はモータードライブ付きをねちょっと提供いただいておるんですが、ニュー F1 ワインダーしか持ってないので、今日はねこの素の状態、で比較してまいります。この2台ね、一世を風靡したプロ機ね、ニコンとキャノンのフラッグシップカメラでありますが、まあこのカメラとこのカメラね、ニコン F3 とキャノンニュー F1、 どちらがどう優れているのか、どちらがどう使い勝手がいいのか、まあその逆も、ということでね、今日まとめきれるかなと果たしてね、どんな形でまとめるか非常に悩んでおりますが、いつものようにぶっつけ本番無編集というノリでね、動画を作っていこうと思います。それでは動画スタート。はい、まずはね、1980年に発売されたニコン F3 から。ニコン F3 といえばね、1980年に発売されて、2000年ぐらいまで売られ続けたというお化けカメラになるんですよ。20年もの間、売り続けたという、まあ、素晴らしいね、販売の記録を残しております。ものすごい台数売れてると思うんで、中古でも今でも玉数は多いですが、値段は高いです。しっかり人気があるんですね。でね、まあ、シャッタースピードはね、最速で2000分の1。基本的に全速電子シャッターを採用しておりますが、一応緊急シャッターとして90分の1が使えるみたいですね。緊急シャッターはね、ここのボタンで、動かすんですけども、これが機械式の90分の1のシャッターになっております。他は全速電子式です。レリーズも電極レリーズということですね。で、ファインダー取り外し式、まあ、フォーカシングスクリーンは交換式になっております。ニコン F2 と比べるとね、まあ、上に持ち上げるという方式は同じなんですが、断然、取り外し取り付けが簡単になりましたよ。本当に簡単にできるんだな、これね。で、ファインダー視野率はね、伝統のニコン F 一桁という 100%。ファインダーも非常に明るいものになっております。でね、特徴的なのがね、ニコン F シリーズでは、一桁では、初めて最初から AE が搭載されている、絞り優先 AE が選べます。このシャッターダイヤルを A に合わせますと、絞り優先 AE モードになって、絞り輪のね、レンズの絞り輪を、の数値で、絞りを決定して、あとはシャッタースピードが自動で変化することになりますね。で、特徴的なのが露出制御の露出、補正のダイヤルですね。これがね、プラス1、プラス2、マイナス1、マイナス2、3分の1ステップでプラス2からマイナス2まで選べるということですけど、これが現代の同じ、まあ、慣れ親しんだ数値と同じことになっております。で、巻き上げはね、非常に滑らか。シャッター音も非常に、いいものになりますね。あ、ちょっと今オートになってた。よいしょ。非常にいい音ですね。もう本当にね、これ滑らかに、動きます。これがキャノンニュー F1 とは対照的なところですね。で、蓋を開けてみますが、スプーンはやっぱプラスチックになってますね。この時期のものであってプラスチックです。で、この蓋のね、ところね、遮光モルトはここは実はありません。でね、この細い溝のところにはモルトが入ってるみたいです。この遮光モルトがね、ここに入ってないのはニコン F2、F3 と、まあ、ずっと同じね。F の方はね、蓋を取り外す方式になっておりますが、やはりそこにモルトは追加されておりますね。モルトが劣化して光線漏れするという心配がないという意味では非常に良いと思います。この細い溝のところはね、モルトが多少劣化してもね、光漏れることは少ないんでね、素晴らしい、いいことになっておりますね。で、レンズを取り外していきますが、ここにはちゃんとモルトがあるようですね。まあ、これはミラーのね、衝撃を減らすために仕方ない部分でありますね。バイオネット式の、マウントになっております。まあ、ニコンはね、
F からいきなりもうバイオネットマウントということで、まあ、ここもキャノンと対照的な部分でありますね。シャッター耐久はね、ものすごい回数、まあ、何回ぐらいで壊れるかっていうのはね、もう壊したことが、壊したことある人いるのかなっていうぐらいの耐久性がありますが、電池シャッターということで、電池がないと、切ることができませんし、さ、寒冷地でもちょっと弱いということでね、寒冷地仕様のバッテリーボックスがあるという情報もちらっと聞きました。まあ、寒いとね、その機械式90分の1しかシャッター切れないのは F3 の弱点ではありますが、この辺から先のカメラも全部電子カメラになっていくんでね、まあ仕方ない部分ではあるんですけども、電子カメラの利点としては、ノーメンテナンスでも比較的シャッタースピードが確保できる、正確なシャッタースピードが確保できるということ、あと壊れにくいということですね。メカシャッターに比べるとメンテナンスしなくてもまあ壊れにくいということになりますね。重量が、ニュー F1 よりは 100g ぐらい軽いということになるんですが、まあそれは電子シャッターが大きく寄与しているものと思います。非常に堅牢に作ってあるのは文句なしということで、ニュー F1 よりは機械部品の点数が少ない分信頼性は高いと思いますね。で、戦場カメラマンとかね、冒険家もね、非常に愛用したカメラでして、世界中で今でも人気が高いカメラになっています。で、ニュー F1 の方ですが、キャノンニュー F1 はね、1981年に登場した、キャノンのフラッグシップカメラですね。価格はニコン F3 の時言い忘れましたが、ニコン F3 の、アイレベルの販売時の価格は139,000円で、キャノンニュー F1 のアイレベル、ファインダー付きは149,000円ということで、なんとね、キャノンニュー F1 の方がね、1万円高いと。でね、非常に重たいです。100g の差がこんなに違うんだな。2台持ち比べてみるとね、もう明確に重さが違いますね。本当に重いキャノンニュー F1 です。シャッター制御はね、なんとハイブリッド式になってます。これが面白い。視聴者様からね、情報をいただいてね、それで初めて気がついたんですが、このね、電池のところにギミックがあるみたいで、電池を外す前はね、シャッターボタンのストロークが短くて軽いんですね。で、電池を外すと、重くて深くなります。このね、電池のね、端子、なんて言うんだろうな。これでね、機械式と電子式を、分けてるみたいですね。こう電池を入れると機械式。電池を入れると、電子式。電池を外すと機械式制御になります。ハイブリッド式。非常に珍しい構造になっております。まあ、電池がなくても、スローシャッターを除けばシャッターが正確に切れるということで、この辺はね、電池がない、もしくは寒冷地で電池が動かない状況でもちゃんと撮れるという意味では素晴らしいカメラだと思います。ただ現在に至ってはね、そこが足かせになっております。メカニカルトラブルが多いらしいです。ここはね、信頼性が低くなって、まあ、部品点数が多くなったら機械はね、自動的に信頼性が低くなるものなんですけども、もちろんニュー F1 ね、素晴らしいカメラで、ちゃんとその辺も考えて作られておるんですが、メンテナンスなしではやっぱりちょっと厳しい構造のカメラになると思います。ファインダーはね、このキャノンのファインダー FD マウントの時代はね 100% 達成していません。97% だったようですね。ファインダープリズムをね、このペンタブを取り外すの後ろにスライドして開けるというのはね、旧 F1 からの伝統ですね。ファインダープリズム、ファインダースクリーンは交換式になっております。で、蓋を開けていきますが、ニコン F3 と違ってね、ここの部分には一応モルトが入っておりますが、モルトなしでもね、遮光できるような構造にはなっております。モルトを劣化させたことがないからちょっとわからないんですが、細い溝の方にはニコン F3 と同じく、モルトが入っておりますね。で、スプールはやはりプラスチック製になっております。で、巻き上げがね、F3 と違ってね、このガリ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 っていう音が鳴るんですね。これがね、キャノンニュー F1 の非常に特徴的な音になっておるんですが、これ嫌いな人と好きな人と大きく分かれます。僕あんま好きじゃないです。僕はね、あんま好きじゃないですが、これがニュー F1 だっていうね、感触でね、好きという方も結構おられますね。まあ、どちらもね、チタン幕、横走り、フォーカルプレーンでね、シャッター速度が最速で2000分の1秒ということでね、まあ、スペック的にはほぼ同じ、カメラになるんですが、大きく違うのが速
光周りでね、速攻周りって言ったら溝じゃないですよ、光を測る速攻ね。まずキャノンの方からいきます。キャノンはね、ファインダーを交換することファインダースクリューを交換することで、中央部部分速攻、中央部重点平均速攻、スポット速攻と3種類切り替えることができます。これはね、大きなアドバンテージだと思います。特にね、スポット速攻を使ってモデルさんのポートレート撮影とかにはね、非常に進化を発揮するものだと思います。ただスポット速攻にしてしまうとね、もう AE はとてもじゃないけど使えないって感じになりますけどね。僕のはスポット速攻に変えてあります。ただしキヤノンニュー F1 はね、開放速攻なんですね。これがちょっとね、時代遅れのもの、この1981年時点でも十分時代の遅れのものになっていると思います。ニコン F3 はTTL ダイレクト速攻を採用しておりまして、SB17 かな、ニコン F3 専用のストロボを使うと、自動調光が可能になっております。日中シンクロとかもね、できまして、そのね、ダイレクト速攻というのが大きな差、スローシャッターでも大きく、性能差になってくると思います。自動という意味ではね、F3 の方が上と思われます。ただ、F3はね、シャッタースピード優先および、プログラムモードは使えないんですね。まあ F1 もね、ニュー F1 もプログラムは使えないんですが、こちらはね、部品を追加したり交換することで両優先にすることができます。まずファインダープリズム、これね、ペンタプリズムを交換して AE ファインダー FN に交換すると絞り優先オートが使えるようになり、さらにね、ワインダーもしくはモータードライブを追加すると、あ、これ F3 のだ これ追加するとね、シャッタースピード優先 AE が使えるようになります。このね、シャッタースピード優先 AE が使えるフラッグシップ機ということでね、キャノンがね、モータースポーツカメラマンにね、ものすごくね、シェアを伸ばしていくんですね。もうコースサイド、鈴鹿サーキットとかのコースサイドを見たらね、もうキャノンの白レンズがずらずら並ぶという現象が起きまして、圧倒的にシャッタースピード優先が使えるっていうね、アドバンテージでシェアを伸ばしていくんですね。はい、こんな感じでね、まあ、どういう場面で使われたか、ということなんですが、まあ、これはね、ニコン FF2、キャノン QF1、これからのね、時代を踏襲して、これらの時代を踏襲していく、キャノンの場合はね、グラビア撮影とかね、あとスポーツ撮影が、得意。でね、ニコン F3 は報道関係とかね、軍用のカメラとか、戦場カメラマンのカメラとかね、そういう方面、重宝がられるということになりますね。まあ、絶対的に信頼性が高いのが、ニコン F3 で、信頼性はそこまで伸びてないんですが、使い勝手がいいっていうのがキヤノンニュー F1 になっていくのかなっていう感じになりますね。フレキシブルに使える、ニュー F1、部品を交換することでね。で、F3 は完全にその、信頼できるという、意味で、信頼性が高いということでね、使われたようです。どちらもね、たくさん売れてますが、ニュー F1 はね、マウントが変更になったおかげで、途中でしぼんでいきます。まあ、ニューF1はね、FD マウントというか、スピゴットマウントになるんですね。これがね、モータースポーツカメラマンにも好まれた可能性は高いです。バイオネットマウントに比べてね、重たいレンズにはるかに強いんですね、スピゴットマウントの方がね。よっと。まあ、レンズが壊れるという話も聞きますが、レンズが壊れるっていうのは、まあ、レンズ壊れるように実はしてあるんですね。カメラとレンズを落っことした時にカメラボディの方を守るという構造にしてありまして、これは現代のカメラも同じです。レンズがボキって折れるようになってて、折れた部分を交換できるようになっている設計の、望遠レンズがほとんどだと思います。まあ、このね、2台なんですが、現在買うとなると、まあ、どちらが良いか。値段的にはニコン F3 の方が若干上な感じがしてますね。まあ、ニューF1も程度が良いものは結構高いんですが、まあ、信頼性という意味ではどちらもどちらです。まあ、ニコン F3 の場合は、電源が入らなくなった場合ね、電子シャッターなんで、全く使い物にならなくなります。90分の1しか使えなくなります。で、ニュー F1 の方はというと、電源が入らなくなってもメカニカルシャッターで一応使えるんですね。一応使えるんですが、
複雑な構造のためにメカトラブルが多いと。まあ、ここが難しいところですね。まあ、メンテナンスに出せば治るという意味では、電源が入らなくなった後の話ですけど、まあ、ニューエファンが若干優勢なのかなと。電源が入る個体がね、まあ、もちろんいいことはいいんですけど、で、ニコン F3 の場合はね、なんといっても2000年まで作ってますから、まだ比較的新しい個体が入手できるという意味では、まだまだ電子シャッター、電子カメラとしてね、使える寿命が残ってるカメラも多いということになりますね。ただ初期のものはね、もう結構ね、緊急シャッター以外使えなくなっちゃったっていう話は、よく聞こえてきてます。まあ、キャノンニューエファもね、メーカートラブルで使えなくなったとか、まあ、電源が入らなくなったっていうのはね、もちろん報告あるんですが、まあ、どちらもどちらですね。でね、今回ね、ニコン F3 のことをいろいろ調べてて、ふと気がつきました。ニコン F、一桁の法則っていうのに気がつきました。よく言われてるのがね、ニコン F 一桁は奇数が明記で、偶数はそうでもないと。いうね、評価をよく聞きます。だから F、F3、F5、が明記で、F2、F4、F6 はそうでもないという意見がね、まあまあ F5、F6 は僕使ったことないんで何とも言えないんですけど、多分そうだろうっていうね、法則を見つけましたが、それはね、キャノン EOS 1とに、ニコン F4 の比較動画の時にでも話しますがね、ちょっともったいぶります。せっかく気がついたんで。そんなわけでね、この2台なんですが、ちょっと、どちらがね、いいかっていうのは本当にこうつけがたいんですが、その当時のプロがね、使ってたシチュエーションっていうのを参考にしていただければいいと思います。つまりね、動き物ならニュー F1。固定物なら、F3 かなーって感じもしますが、特にね、スポーツ、モータースポーツには、ニューエファンが強いと思います。で、ファインダーシェア率 100% じゃなきゃダメっていう人はもう F3 一択になりますね。ファインダーシェア率なんですけども、まあ、カラープリントをするという前提で写真を撮るのであれば 100% ははっきり言って必要ないです。プリントって 100% になりませんからね。絶対はみ出るんで。そういう意味で必要ないといえばないんですが、現在はね、そのスキャンしてね、デジタル、デジタル化して使いますんで、それを考えると結構ファインダーシェア率 100% は重要なのかなって思いますね。どちらのファインダーも見やすいです。明るいですしね。明るさはほぼ互角らしいです。で、ファインダー倍率もね、0.8 倍ということですね。ファインダー内表示も、どちらもね、情報が、豊富でありまして、まあ、メカニカルギミックのキャノンニュー F1 と、液晶画面が若干ついているニコン F3 ということで、F3 の方が若干先進性があるのかな。で、僕のね、ニューエファはね、これ、ファインダーの表示のね、絞りの表示が糸連動になってるんですけど、糸が外れちゃってもう動かなくなってます。これちょっとオーバーホールに出さなきゃいけないなっていう時期が来てるんですけどね。まあ、こんな感じでね、ちょっとね、味気ない動画になってしまいましたが、まあ、極端な話言えばね、好きな方使えって感じなんですね。どちらも持ってるっていう人は結構稀で、僕の場合はね、もう奇跡的にこれね、水牛車さんからね、ニュー、F3、提供いただいたカメラになるんで、今後ももちろん使っていこうと思うんですけども、まあ、使った感想としては、露出系のね、その、表示するイメージっていうのは、イメージ通りに表示してくれるなっていうのはニコン F3 でした。ただね、F1 の場合はスポット速攻にしてあるので、自分で考えながらね、露出値を決めるという意味では、ニュー F1 が若干上回っていると思います。ここの光を測ってこうっていうのをね、スポット速攻が使えるのはアドバンテージでかいです。現在もね、ヤフーオークションとかね、中古市場でね、スポット速攻のね、ファインダースクリーンね、見つけることができます。スポット速攻で、バッチリ露出を合わせたい、特にリバーサルとか、の時はね、ニューF1がいいかなと思いますね。どちらもね、速攻素子は耐久性があるもので、劣化も少ないとは思いますが、完璧に、使いたいのであれば、メンテナンスで調整してもらうのが一番だと思います。未だにね、キャノンニューF1もね、ニコン F3 もメンテナンスをしてくれるお店がございます。キャノンニューF1の場合、日傘カメラサービスさんとかが有名ですし、ニコン F3 はね、キートスさんとかが有名ですけどね、そういうね、お店に出してね、メンテナンスして完璧な調子で使うと、未だにね、プロ級の写真が撮れるのではないかと思います。
はい、今日の動画はこんな感じです。どちらのファンの方も満足できない動画になったような気がしますが、まあこんな感じでね、どちらのカメラも今後使っていくと思いますが、ニューエファンの方はちょっとくたびれてるんでね、オーバーホールしたいところなんですけど、まあできないので、しばらくちょっとこいつはお留守番になるかなと思います。F3 もね、ちょっとオーバーホールしたくはあるんですが、先立つものがありません。東京オフもあることだし、お金がないんだな、これが。そんなわけでね、今日の動画はこんな感じ。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー。今日のトップバッターは、トゥーランさんですね。中年オタッキーさん、こんばんは。いつも楽しく動画拝見しています。コロナが少し落ち着いたので、久々に中盤カメラでも持ち出したくなりました。いただき物の前座ブルニカ EC で撮影したものをちょっと紹介したいと思います。1枚目はニッコール PC75mm での撮影、解像度お化けのようなレンズ。2枚目はスーパーコムラ 50mmF3.5 で解放撮り。透けるようなボケ味と、発色の良さが、お気に入りです。とろけるかな。3枚目はハードオフでゲットした前座の 150mmF3.5 前期型で、朝の枝だれ梅を、撮ったものです。ふわっとした描写が何とも言えない雰囲気。余談ですが、前座の 150mmF3.5 前期型は、ノリタ光学設ということで、海外熱狂的なファンが多いとか、後期型は、富岡光学製に変わって描写が激変したと聞いたことがあります。そっちも試してみたいということで、3枚、組写真になっていきますが、1枚目ね、すごい解像度。確かにものすごい解像度ですね。中盤カメラということでね、被写界深度は浅めで、そこがまたいい感じになっております。2枚目がね、これが美しいボケで、光はないんですけども、ちょっとぐるぐるボケが入っていて、発色も非常に素晴らしいですね。で、3枚目なんですけど、ノリタ光学のレンズということで、ノリタ光学っていうのはね、主に中盤カメラの、ね、レンズを作っていた OEM 供給したり、まあ、自社製のカメラでもあったんですが、僕もね、触ったこともないし、見たこともないんですね。これね、まあ、これも光はあまりないみたいなんですがね、中盤カメラ、中盤レンズでとろけるような冒険が印象的ですね。前座ブロニカ EC をね、いただき物っていうのが非常に羨ましいところではあります。はい、トゥーランさんありがとうございます。次はヒデさんさんの投稿ですね。ハンデルネーム、ヒデさんです。中年オタッキーさん、こんばんは。毎回とても楽しく拝見させていただいております。一風変わったフィルムを入手しましたので投稿します。投稿、現像が終わるまでどのように発色するのかわからなかったんですが、今でも何によってこのような発色になるか不思議です。晴れの日に一気に撮影しました。カメラペンタックス MX、レンズ SMC ペンタックス M35mmF2.8、フィルム、コーのオリジナル、3ストローク ISO200 っていう変わった名前のフィルムだな。作品名は、1枚目、そっぽを向かいました。2枚目、抜け道ってことですね。よろしくお願いしますってことですね。これね、まるでね、フィルムの蓋を開けて観光してしまったような感じに映っておりますね。こう、光源をどこに持ってきてどう発色するのか本当にこれわからないけど面白いフィルムだな。これぜひね一回使ってみたいですね。探してみようかな。徳島県ではちょっと入手は難しいと思うんで。はい、ヒデさんさんありがとうございます。次は時神さんですね。時神です。コロナ禍の中お仕事お疲れ様です。視聴者作品投稿に3枚投稿、組写真ですね。タイトルは神社に佇む狛犬ということですね。撮影は住吉神社。1958年製のカメラ、コニカ 3A に、ネガカラーフィルム、ロモグラフィーカラー400を詰めて撮影しました。レンズはヘキサノン 50mmF1.8、絞りは F11 です。このレンズ驚くなかれ、1958年、マルチコートなんですよ。マルチコートレンズです。後にペンタックス SMC タクマレンズを開発した技術者が作ったレンズで、開発者の執念を感じます。まあ実際は二層コートらしいですが、現代のレンズに負けない写りはさすがですってことでね、写真なんですけどもね、とにかくね、このヘキサノンのレンズは、発色もまああれなんですけどね、解像度が素晴らしいんですね。僕もね、持っておりますが、3枚ともにね、このね、狛犬のね、石の表面の質感とかね、ディテールを見たらわかると思うんですけど、非常にいいディテールになっておりますね。このね、
奇跡的に安く仕入れた、コニカ 3A ということですが、見事に映っておりますね。なかなかいいお買い物をしたんじゃないかなと思いますね。徳川さんありがとうございます。次はデジロイドさんから2枚ですね。いつもハードなお仕事お疲れ様です。栃木県を走ってるはずのないオタッキーさんのトラックを探してしまうデジロイドです。オリンパス OM20 と随行 50mmF1.8 イルフォード400で撮影しました。縦構図ですみません。1枚目がね、教習揚陸艦アストリア。2枚目がいつもの主を待ちわびてっていうタイトルですね。よろしくお願いしますという作品なんですけどね、教習揚陸艦ではないですね。これ客船ですけどね。まあ、形がちょっと先進的でね、面白い船になっておりますね。写り本当、非常にいいですね。随行 50mmF1.8 でね、ちょっと柔らかい円形がまた印象的に写っておりますね。2枚目。2枚目はね、ピントのね、ピークは奥の方の椅子に来ておりますが、解像度はね、バッチリということですね。これ、風情があっていい感じの写真になっても、この構図は面白いですね。手前の椅子がね、半分切ってあるあたりが、ちょっと新鮮かなっていう感じになりますね。はい、デジロイドさん、ありがとうございます。もう一名か。長州薩摩さんの投稿ですね。中年オタッキーさん、こんにちは。いつもフィルム写真の勉強させていただいてありがとうございます。写真は下北沢という若者文化が溢れる街でスナップしていた時のものです。黒が潰れてしまってますが、よろしくお願いいたします。タイトル、劇団のある街。カメラ、ニコン F フォトミック FTN。レンズ、ニッコール OC535mmF2。フィルムローライスーパーパン200ということですね。で、作品なんですけど、これ黒が潰れてるってことですね。潰れまではしてないと思いますね。スキャンの環境はどんな感じだったんだろうな。これいいスキャナーだったら多分ね、暗部までディテール出ますよ。これね、もう潰れかけているようなね、古い建物、のね、看板がね、劇団白鳥だということで、これ本当に劇団がいんのかなっていうね、ビルですが、なかなか風情がある昭和の匂いがた、たたずみ、街ですね。投稿ありがとうございます。今日の作品投稿のコーナーはここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい。俺のカメラのコーナー、投稿ありませんでした。すいません。やったやっちまったのコーナーっていうかね、今日は津山ののりコーナーに投稿が来ております。津山ののりさんです。3度目のやったです。先日のライブの中でも触れましたが、倉吉の北村カメラで EOS5 ボディ稼働品、EOS5 用縦位置グリップ、EF3570 1本、本日再び北村カメラでペンタックス ME ボディ稼働品、SMG ペンタックス ME1.4 マクロ、F4 マクロか、50mm 1本、トキナ ATX プロ20から 35mm 1本、薄カビあるものの除去成功、すべて一つ500円で入手しました。早速 EOS5 で遊んでますということですね。いや、これね、結構な数購入してますね、津山ののりさん。なかなかカメラだらけになりそうな予感。これね、3570の EF なんですけどもね、高い方ですね。AF マニュアルフォーカスの切り替えがあるやつですね。レンズ構成は多分一緒だと思うんですけどもね、3570F3.5 から 4.5A っていうのもあるんですね。でね、こちらがね、ME とね、これマクロレンズが羨ましいな。50mmF4、ペンタックスのね、マクロレンズ。マクロレンズね、僕ね、2本しか持ってないんですね。EF100 マクロと、あと FL50mm マクロとね、2本しか持ってないですけどね。トキナの ATX、これは、マウントはどこだろうな。キャノンのマウントになるのかな？ATX プロはね、トキナーとしてはね、非常に良いレンズになっております。ただ使ったことはないんですけど、評判がいいんですけども、トキナーはただ曇るというね、持病があって、ちょっと怖くて手を出してないっていうメーカーなんですけどね、もう、ジャンクにね、入ってると必ず曇ってるっていう感じのね、トキナーのレンズですが、これは大丈夫だったみたいですね。はい、津山ののりさん、ありがとうございます。今日の動画はこんな感じになっていきます。いかがだったでしょうか。ニコン F3 キャノン
ニューエファのね、比較の動画ね、ちょっとね、いい出来ではないとは思いますが、まあ結局はね、欲しいやつ買えっていう感じなんですけども、まあ持ってるレンズに合わせるって、もうニコンのレンズしばっかりしか持ってないのに、ニューエファ買う必要はないだろうし、まあその逆もしかりということですね。ただレンズが安いのはキャノンかな。最近ちょっと上がってますけど、ニコンはね、AI レンズは非常に高価なので、安く始めたいんだったらニューエファンがちょっとだけ近いかもしれないですね。FD レンズの方が若干安いんでね。はい、そんなわけでね、今日の動画終わっていきます。いかがだったでしょうか。まあ今日の動画はね、次の動画なんですけどもね、取り上がった、フィルム取り上がってるのが今のところないんだな、これが。どうしよっかな。頑張ってね、写真撮ってアップするか、いろいろ考えてはおりますが、現像で上がってくるのが一本あるかなっていうのもあります。カラー現像ね。もし上がってきてたらそちらを紹介しようと思います。はい、今日の動画はここまで。高評価の方ね、バシバシお願いしますね。もうポチッと押すだけなんで、コメントの方ね、全然返せてないですが、頑張って返していこうと思いますので、コメントよろしくお願いします。チャンネル登録の方はね、もちもちと増えていっております。チャンネル登録5000名到達の暁にはキャノン A1 視聴者プレゼントがありますので、ぜひぜひチャンネル登録してお待ちくださいませ。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。